さあ始まりましたフォークガーラスタジオ、イエーイ。メインパーソナリティの私中村愛と、そして今回はアシスタントの千夏です。イエーイ、千夏ちゃん。なんと千夏ちゃんは第1回目のゲストアーティストということで、はい、出させていただきました。あ、緊張したでしょ。緊張、でも愛さんがだいぶほぐしてくれたんで、なんか普通に喋りました。すごいいいアシストをしたってことかな。そうです。もうちょっと言ってもらっていいかな。ありがとうございます。でも今回もちなちゃんはゲストアーティスト枠としても出ていただきます。はい、お願いします。がアシスタントしてもやっていただくということで、はい、大丈夫ですか。はい、ではこの番組の説明お願いします。はい、この番組はアコースティック J フォークの祭典フォークガーラスクエアのイベントや参加アーティストの情報をお伝えする番組です。いいっすね、うん、全然噛まないっすね。ちょっと噛みそうやってるけど今ね、ちょっとゆっくりゆっくり言ってるなっていう感じはあったけど、はい、噛まなかった。ということで今回なんともう11回目になりますが、はい、プロデューサートーク、田村仁さん知ってますか。はい、もちろん。そう、田村仁さんはね、最近はもうずっと生い立ちを話してるんですけど。あ、なるほど。やっと大学生ぐらいまで行ったから結構かかりましたね。そうなんですよ。その続きがありまして、はい、で来年1月28日 ZEP 東京出演がもう決定しているちなっちゃんのお話と。勝ったね。ありがとうございます。すごい楽しみです。やばいね。そんな中決勝大会に出るっていう方も今回ゲストとして出ていただくんですけれども、はいはい、12月28日 ZEP 東京選抜決勝大会出演アーティストの鬼塚さとしさんにも来ていただきます。はい、知ってますこの方は。もちろん。あ、本当に。もちろん知っております。珍しいですね、知ってるなんて。珍しいです。いや、この番組ではすごいはちゃめちゃなキャラ、はい、キャラなのかな、うんうん、あ、どうなんですかね。実際裏ではすごくいい人なんです。すごい出にくいよね。出にくい。あの、この前は素人童貞みたいな話をしてて。ああ、なるほどなるほど。ちょっと、はい、あのお伺いしております。ちょっとでもそんな感はあるよね。そうですね、なんとなくそんな感じはしてるな。はい、はい、付き合えるか付き合えないかで、ちょっと時間欲しいです。時間ちょっと時間欲しいです。あ、嘘。ちょっと時間ください。あ、そう。確かに私も今生理的に無理でここまで言おうかなと思ったけど、はいはい、確かに時間かけたらもしかしていけるかもしれない。もしかしたらっていうとこを考えて、ね、時間をくださいと。あ、確かによく見るとそんなに格好、はい、悪くはない。よく見るとなんだ今のパンチしてください。はい、ちょっと、はい、やばい。今日ちなっちゃんだからすごいなんか意気揚々とお話できております。ありがとうございます。そしてライブハウスオーナーのアコギ講座ももちろんございます。はい、盛りだくさんで今回もお届けしたいと思います。そして番組最後には番組出演者アーティストの募集もございます。では早速いきましょう。フォークガーラスタジオ第11回スタート。この番組はライブハウス阿佐ヶ谷ドラムの提供でお送りします。プロデューサートーク、イエーイ。フォークガーラスクエアのプロデューサー田村仁さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。なんですか仁さん、なんか私に言いたそうなことがある。いやいや、あの、うん、もう10回超えるとだんだん余裕なのかなっていうのが、舌、はい、とか全然気にしないなと思って。そうでしょ。そうなんですよ、皆さん本当ババってた。もう全然下積んないことわかってる。わかってる。上をだから変えただけ。うるさいよ。攻めますね、プロデューサー。いや、私からもちょっともう一個いいですか。そういえば忘年会とかみんなでやらないのかな。ジンさんからなんかやらないかなとかいう話を一切聞いてないんですけど。違う、あの普通の恒例のバカ忘年会っていうのがあるんですよ。あ、そうなんですね。はい、あのそういう意味じゃアコースティックのやつをガッと集めてやるっていうのがあるんですけど、うん、7時間耐久飲み放題。あ、ちょっとお断り。多分聞いたことある。いや、結構毎年行ってます。うそー、はい、はい、そうそうそう、もう本当に、ね、飲んで食ってライブやってもうむちゃくちゃっていう。あ、ライブもだから私歌うわみたいな感じで歌える。いや、もう元々出るやつが決まってて、そいつがもうで、もう大概客が出演者になっちゃってるんで、うん、はぁー、じゃあ歌った後に飲んだりとか。むしゃ盛り上がって、なんだか歌ってんだか盛り上がってんだか飲んでんだか歌えないんです。何人ぐらい来られるんですか。30人来るよね。そうですね、もう、ちょっとそれ聞いていいですか。ちなみに行った方がいいか行かない方がいいか。
さんは行かなくていいかも。そうです。あのね、飲んでるからで、ミュージシャンが多いから、うん、セクハラ親父満載の状態なんで。そう、もう今の時代なのにセクハラ、パワハラ。俺の知り合いのミュージシャンが来るから、うんうん、俺の年代のやつも来るんで、そいつらが一番立ち悪い。おじさん、若いやつの方が礼儀が正しい。今うわー、そうなんだ。あの俺の時代のミュージシャンはみんなやばい。そうですか。うわ、それが今度ホテスになっちゃうんで、うんうん、話しながらお尻触ろうとしたり。やだやだやだ、どこだと思ってんだよっていう。キャバクラじゃねえんだよみたいな感じですね。ああ、わかりました。じゃあちょっと水着で行かせていただきます。もう大人気ですから。やったー、いいんですよ。ごめんなさい、こんな話より今回こそはこの話しましょう、はい、1月28日ゼップ東京にてライブ、トークガールスクエア行われるわけなんですけれども、はい、じゃあ次回ゆっくりお話しさせて。ダメだよ、今日話してちょっと。ちょっと、ね、いやいや、もう本当にね、これのポスターとかチラシは大阪バージョンなんですよね。これ縦なんですね。縦で、あの今見てる方で関西の人しかこれは多分見れないんですよ。あ、そうなんですね。東京とか近郊にはこれは配らないんですよ、うんうん、ほう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 。っていうのが、大阪が4日連続でゼップ東京行きの予選大会。すごかったです。もう勝ち上がってるんですよね。いや、決勝が1月なんですね。で、決まって、そこからゼップに来るアーティストが一組で決まるんですけど、いや、もうレベル高かった。うそーい。楽しかった、楽しかった。もう聞いてるだけで幸せになりますもんね。うん。あのね、実際の話、4日連続の初日は、ちょっと大丈夫かな。こんなもんかぐらいに思ったんだけども、めきめき掴むから右肩出てすごいの痛い。あれなんかプロフィールにも島川楽器でグランプリ取ってるから、うわもう経験がすごい、そいつまで出てきてたから。でもそいつよりも19歳の子の方がすごかった。俺的にはあ、いいなとか、なんか光るものが感じたとか、うん、まあそのグランプリとかも言わずもがなでも出た瞬間にこいつだろうって思って、ああそう、もうこんなの決まってんじゃん、こいつ決まってんじゃんぐらいの勢いだったんだけど、その後出てくるやつ、出てくるやつがまたすごくてっていう状態です。え、誰がもういけるかをなんとなく想像してきます。いや、ガチ投票なので。はぁ、はいはい、だから俺が個人的にこの子がいいな、この人がいいなと思っても、うん、それが選べるバレルとは限らない。うん、うーん、票数多いとかもないんですね。ないです、もう本当に黙って見てます。はぁ、だから4日目なんか一番かわいそうな、1票差で負けた子は、1日目だったら余裕で勝てたところですよね、多分。もう余裕ですね。うわぁ、だからその子は、KBS 京都の番組のレギュラーもやってる。うわ、負けた子ね、負けた子は悔しい、すごいね。まあそれも運ですもんね。いやもう本当にそのガチ投票のリアルさっていうのが無実に出てますね。全部で何組出られるんですか？そこの予選は1回以上って1県1組なんですよ。だから大阪1組しかない。厳しい、やだ。でも目つけて後からっていうこともなんかね。いや実はその終わった後に、うん、本当にもう一回集まってくださいって集まって、うんうん、で実はこのイベントっていうのは、まあ、僕からの趣旨を、ね、全く知らずに聞いてる人もいるかもしれないけど、はい、喋るとコンテストオーディションとかないんですよ。基本的にはアコースティックのミュージシャンがガーッと集まって一つの大きなグループを作る、コミュニティ作ってみんなに注目されて、でそこから効率よくお客さんに知ってもらう、要するに、うん、リアル版の SNS みたいなもの、ここに注目してもらう、うんうん、それを作るためのイベントなんで、まあ、たまたま ZEP 東京っていうのは、まあ、1日しかないし大きな会場で狭くもなっちゃうので選ばさせていただきますけど、結局その大阪の今いるみんながこれから先も出かけてほしいんですけど、大阪も始めますっていう話を全員にさせてもらったんで、ここがダメだったからもうダメとかじゃないよってことですね。じゃなくてもこの先も付き合いましょうねっていう話だよね。結構やっぱりおっしゃーみたいな感じになってくれて、うん、変わりますよね、モチベーションも、うん、いい感じで全員そういうお話をさせていただいたんで、いやー楽しみですね、大阪から見る人たちも。いやすごい、会場ももう OK 出してくれたりとか、来年ね、あ、そう、うん、おー、お寺がライブハウスみたいな、いやー楽しそう、聞きたいでしょ、はい、教えない行ったらなんか掴んで帰ってくる。
さすがですな。ということで今回はちゃんと話せました。1月28日、はい、ゼップ東京、皆さんぜひ来てください。出ますよ、ちなちゃんも。ということで次回はどんな話をするのかまたお楽しみにしててください。田村仁さんでした。ありがとうございます。ゼップ東京出演アーティストインタビュー、イエーイ。ということで今回はアシスタントもやっていただいているちなつちゃんです。はい、お願いします。ちなつです。出るんですよね。出ます。なんと何回目？2回目です。2回目です。はい。ジンさんと、まあ、元々出会ったきっかけとか、はい、まあ、いつぐらい出会ったんですか、まず。3年、ちょうど3年前ぐらいです。丸3年ぐらいですかね、きっと今で。私が当時、うん、歌しながら働いていたところがあったんですけど。働いてたお店？お店ですね。うんうん、でそこ の, あの後輩の女の子が、まあ、ジンさん の, あのプロデュース、プロデュースというか、うん、まあ、フォークガラスクエアですね、うん、の, あのイベントのお手伝いをしているっていう子だったんですね。うん、で、まあ、歌やってるんですっていう、やってんねんって言ったら、うん、なんかそれの打ち上げがある、ほう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 、打ち上げがあるんですけども、もしよかったら来てみませんかってその子は言ってくれたんです。女の子が、うん、で、まあ、そういうフォークのつながりとかがあまりなかったので、うん、まあ、ちょっと楽しそうやし行ってみようかなと思ったのがきっかけで、はあ、そこで、何人ぐらいいたんですか？めちゃくちゃいました。へえ、もうなんか50人ぐらいいたんじゃないかなっていう。めちゃくちゃいて、うん、うわ、すごいミュージシャンの集まりみたいな感じの。だよね、はい、フォークなみたいな。そうなんですよ、うん、なんかこういい意味で泥臭い感じの人たちがいっぱいいて、はいはいはい、なんか最初ちょっと圧倒されましたけど。そうだよね、はい、ってなったけど、ジンさんとは会って、はい、なんか囲まれてました。で、まあ、歌聞かせて。そうですね、なんか、うん、まあ、もうその時にすぐジンさんはもう出会ったら、うん、とりあえず出てみないっていう人なんで、うん、まあ、こういうのがあるから今度出ないよみたいな感じで、うん、そこからです。うん、でまず最初は、はい、何に出た？覚えてる？シンガーライブスクエアっていう、これのなんか姉妹イベントみたいなのがあるんですけど、それを今度始めるからっていうタイミングやって、で私フォークっていうより普通にシンガーとして活動してたんですね。ほう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 。なのでちょうどいいのがあるから出てみたらっていうので、シンガーソング、そうです、はい、もう歌うだけみたいなイベントで、それに出してもらったのが、もちろんゼップとかよりはちっちゃいところだよね。箱は、もう普通にライブハウスですね。でそれがきっかけでずっとお世話になってってことなんだ。そうです。はい、はい、ちなちゃん歌自体はいつ頃から興味を持った？もう言っても2回目だけどゲストとして、はい、ただ前話さなかったもんね。そうですね、身長、ね、はい、の話とか、そういう話しかしないどれぐらいから興味が、3歳の時からもうマイクを持ってる写真が家にあったんですよ、おもちゃの。でその時に親がそのなんか写真のコメントに、うん、もう歌手になりたい、将来は歌手でいいみたいな、はい、書いてたの。書いてたんで、やっぱその時は思ってたみたいです。すごー、はい、かっこいいな。いやいやいや、で今これだもんね。これです。いや私もなんかこれって言いながら悪いなと思って。いやいや、これこれになりました。インスタも見てますけど、おしゃれ。もうね、ほんと腹立つぐらいおしゃれです。もういいねいいねいいねって、もうおしゃれ、おさない、今回おさない、いや、おしゃれっていう。ありがとうございます。これおしゃれなんです。で、ちょっと、で、またちょっと話、はい、歌じゃない話になっちゃうんですけど、はい、で、そのインスタを見ててね、はい、でこんなおしゃれなとこでご飯食べて撮ってくれてんの彼氏じゃないのかなって思うわけですよ、私的には。はい、正直どうすか？全部女友達です。よかったです。それが聞きたかった。悲しい。え、どんな人が好きなんですか？あ、男性ですよね。うん、あ、もう鬼塚さんはいいとして。鬼塚さんちょっと今置いといたとして。て、うん、あ、でもなんかやっぱり一緒にいてよく笑える人。おお。それだけ？いや、それがなんか最近メインですけど。おお。です。顔的にはタレントで言うと、俳優で言うと誰誰みたいな。いいんだよ、もう本当にやめて、ずるいやつやめて、ね、日村さんが好きですやめてね、そういうのは本当にあざといよ。あざといのなしで、本当昔から
あの小田切城さんが好きなんですよ。みんな出切り回った。小田切城いない、いないいないいない、登りもいない、いないわ。大観山かな。そうですね、歩いてきます。南朝霞にはちょっといない。ちょっと難しいかもしれないですけど、ま、あの、あくまで理想なんで。そうですよね、はい、理想と現実違うしね。違います。実際付き合ったことある人とか全然違うでしょ、はい、あ、みんな全然違います。そうだよね、はい、よかった、うん、焦ったまだでもチャンスありますよね。もうお願いしますということで、はい、歌の話もいろんな話も聞けました。千夏ちゃんでした。最後に、はい、これの意気込みお願いします、はい、1月28日の、うん、ZEP 東京フォークガラスクエア、2年連続出れることになりました。イエイエイ。はい、普段歌えないような本当に大きい、もうみんなが目指しているようなライブハウス、最大級のライブハウスなんですよね、うん、日本の、はい、なので、もう今までやってきたことを一生懸命、うん、はい、皆さんにお伝えできればと思いますので、ぜひ来てください。お願いします、はい、ということで、ちなっちゃんこの後もアシスタントとしてお願いします、はい、ということでありがとうございました。ありがとうございます。東京選抜決勝大会直前アーティストインタビュー、イエーイ。今回は鬼塚さとしさん、あれいないよ。いないですね。いないですね、はい、どうしましょう。もう、いいかな。帰りますか。はい、わかりました、帰りましょう、はい、私たちもちょっと時間がないので帰りたいと思います。はい、今日はありがとうございました。はい、失礼します。シングルベル、シングルベル、エドガエル、顔なしで言いましょう。今年も寂しい、怖い怖い、ひとりまさあ、怖い、なんでこれ、ちょっと待ってください。佐藤さん、ありがとうございます。あ、ちょっと待った待った、私の人も止めないでね。どうもどうも、しっかり置いてる、しっかり置いてる、しっかり置いてる。お久しぶりです、皆さん、お久しぶりです。お久しぶりです、お久しぶりです、なんかお久しぶりです。妊娠する、妊娠する、あー気持ち悪い。いやー、いっすねー。クリスマスを感じました。第二の江頭さんですか。こんな風だね。お久しぶり。本当ですよね、いつぶりですか。え、もう3ヶ月ぶりかな。そんな経ってなかった。第2回の時に、2回の時に出演させていただきました、鬼塚さとしと申します、よろしくね。さっき二人で俺の噂してくれたみたいじゃないよ。ちょっと言ってることがよくわからない。なん、聞き取れない。いや、もうなんかやっぱり、え、なんで、なんで言ったっけ。佐藤さん、二人で俺のこと褒めててくれたみたいじゃないのよ。あれすごいキャラ濃いですけど、そうですね、濃いです、濃い、まあ、これはもう決定しました、はい、ゼップには出られません。独断と、なんで中村愛枠。いや、いやもうそんな、だって今度の12月、ね、28日は投票戦だから。そうなんだよね。で、いや、正直な話言うと、うん、僕はすごく怖い。私はあなたが怖い。いや、ほんと皆さん、これ回ってないと普通に喋れるんですよ。大丈夫ですからね。ほんと心配してることは多いと思いますけど、はいはい、普通でした。普通ですよね、はい。いやー、鬼とか佐藤じゃん、お前は。いや、いや、まあちょっと、ちょっとね、うん、まあ、前は、はい、その彼女がいないとか、素人童貞みたいな話もしてたんですけど。そうですね。あれから、どうでしょうか、素人童貞じゃなくなり、一発かましましたか。ブうるさい、怖い。そんなこと聞かないの。だってこれ音楽番組だぜ。あ、そっか、音楽の話だ、音楽の話だ。そう気持ち切り替えてきました、うん、はい、まあまあ、今回ですね、まあ、おかげさまで7月28日、無事上野公園水上楽堂で、ライブさせていただいた、はい、いただいたんですけども、はい、残念ながら、ね、出演者特典というカテゴリーに僕は入ることができなかったんですよ。キャラかな、何いや、まあ、多分上の人が、多分こいつはまずいだろうと。確かにね。あ、確かに同意しちゃダメだよ。普通に出るよりやっぱこうやって勝ち抜いた方がかっこいいですもんね、うん、
まあそれもあるけど、ね、うん、まあでも正直な話と僕はですね、うん、今回また改めてエントリーさせていただいた理由の、うん、まあ3つの理由があるんですよ。長そうだな。まあ、ね、聞きなさいよね。一、ね、つ目はまあね、やっぱりこうやって阿佐ヶ谷ドラムさんで、うん、まあ、勝ち、まあ、2位で入らせていただいて、うん、で上野公園でたくさんのお客さん来てくださったんですよ。そうですよね、うん、それにもかかわらず自分は、結果を残せなかったと。あ、それが僕の中で本当に申し訳ない気持ちになった。あそこお客さんが来てくれてるのに、来てくれたのに僕は結果を出すことはできなかった。それが僕にとって本当に申し訳ない気持ちだったっていうのが一つ。真面目か。ニートさん、ニートさん、二つ目、まあ僕も今年35なんですよ。いい、まあでも35でプロミュージシャンになるんだって目指してて、結局はなかなかやっぱ目が出てないわけですよ。まあ周りからはまあそもう冷たい目線に見られていると、うん、だったらそれでもやっぱりどんなやつでも頑張ればなんかそういう勝利と栄光をつかめるんだぜ、うん、だぜっていうのを証明したいっていうのが2つ目。3つ目はこれが俺一番ね意識してるんだけど、前ねで収録させていただいた時にお話させていただいた、まあ、ちょっとね憧れの女性ね。誰でしたっけ、誰でしたっけ、え、そんなこと言う人もいるの、まあ、知らない方も、うん、まあ、ちょっと、ね、駅袋駅よりちょっと近くにあるちょっとお店で、ね、いる音楽の先生やってるね。へー、まあ、風俗の方の話ですか。まあ、まあ、愛のためにね頑張ろうかなと。せっかくいいお家作ったのにって顔してる。その三本柱が今の僕を書き出させている。しかし今回はね、もう多分才能にね満ち溢れたね猛者たちがですね、12月28日の決勝戦に出演されると思うんで。あ、はい、あの時間がもうケツありということで。ああ、もう終わりか。そうですね。はい、はい、とりあえず12月28日、鬼塚さつしエントリーさせていただきます。全力で挑みますので、よろしければ応援しに来てください。どうぞよろしくお願いします。なすちなちほら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 フォークガーラアコギ講座、コードの押さえ方バリエーション。はい、ライブハウスオーナー15年阿佐ヶ谷ドラムの小川圭一です。今日は僕からアコギを弾いているあなたへコードの押さえ方バリエーションということで、コードブックに載っているのとはちょっと違うんだけれども非常に便利で使いやすいコードの押さえ方とコード進行についてお伝えしてまいります。今日は5度の音が半音ずつ上がっていくコード進行と押さえ方についてお伝えします。キーは G です。5度の音が半音ずつ上がっていく、前回お伝えしましたクリシェの一周でもありますね。まず G、 開放で G です。これのですね4弦の開放の音が、これがソシレのレ、5度の音になります。でこれがレからレのシャープ、そしてミ、ファというふうに半音ずつ上がっていくタイプのコード進行になります。ではまず G ですね。そして人差し指で4弦の1フレを押さえて、レのシャープを入れます。これは G のオーギュメントっていうコードになりますね。そしてこのまま人差し指が2フレに行って G の6ス、そして小指が4弦の3フレに行って人差し指は1弦の1フレ、ファ、同じファですね、を押さえて、これが G の7ですね、G7。もう一回いきます。G、そして人差し指で4弦の1フレ、G のオーギュメント、そのまま人差し指で2フレ、G の6ス、そして小指と人差し指を動かして、G7。この4つです。弾いてみます。はい、いかがでしたでしょうか。本日は
G のキーで、5度の音、レの音が半音ずつ上がっていくタイプのクリシェのコード進行と押さえ方についてお伝えしました。ぜひ使ってみてくださいね。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。フォークガラスタジオ第11回目のエンディングです。あっという間、あっという間でした。ちょっとすごい疲れた。はい、わかる。疲れました。なんでだろうね。なんでですかね。どっと疲れましたね。もう吸い取られました。そうだね、はい、誰のせいかは言わないですけどね、はい、甘いものでも食べましょう。食べたいですということで、ちなちゃんどうでしたか、アシスタント、そしてゲストとして出演していただきましたか。はい、はい、もうなんか相変わらず好きなようにやらせていただいて、ね、もうはい、あの緊張もなくすごく楽しく喋れました。そうね、良、はい、かったと思います。ありがとうございます。告知とかありますでしょうか。はい、あのもうあのしつこいんですけども、うん、1月28日の、はい、フォークガラスクエア1月28日 ZEP 東京ですね。あのなかなか ZEP での千夏を見ることはできないと思うので、うん、ぜひあちょっとでも見てあげようかなっていう人も大歓迎でございま す,、うん、います。会いに来てください。お願いしますよ皆さん。そして SNS もやってますよね。はい、インスタグラム、ツイッター両方やっておりますので、おしゃれなやつやってるからもぜひ押しちゃうやつね。ぜひ押してください。そして私は一応2月15日に渋谷のロフトヘブンというところでイベントする予定なので、その辺もチェックしてください。あとね、はい、新レギュラーが決定しまして、はい、スカパーさんとアマゾンプライムかな、どこかな、バイクの番組をするのたけしさんとやりますので、ぜひそちらを見てください。バイク乗るんですよ。え、うち乗れるんですか。トラックも乗れるんですよ。え、すごい、かっこいい。免許取るの好きなので、すごい。そう、もし時間あったら、はい、取ってください。はい、取ります。結構枠残ってると思います。あ、本当ですか。バイクタレントの枠。じゃあすぐ取りに行きます。あら、取られちゃう。ということで番組のキャストを募集したいと思います。アシスタント、そしてパーソナリティ、そして YouTube を通してたくさんの人に見てもらえるチャンスでございます。ぜひこうやってね、はい、今出てますけれども、こんな感じで乗ることもできます。ぜひぜひ皆さんお願いします。ご応募はこの動画の概要欄からお待ちしております。ということで、はい、次12回はですね、12月27日金曜日に更新する予定です。はい、ではでは、私中村愛と千夏でした。ありがとうございます。ありがとうございます。この番組はライブハウス阿佐ヶ谷ドラムの提供でお送りしました。So I love my life and my soul.